こんにちは、おもかげです。今回もインドのチベット世界、ラダック地方をご紹介します。今日ご紹介するのは、レイから、ね、車で30分ほど行った場所にあるピャンソーイン、ピャンゴンパという場所なんですけれども、そこで大変ですね、貴重な、経験ができましたので、それを、紹介しようと思っています。でまずですね、ここが、ピャンソーイン、ピャンゴンパなんですけれども、ここは、チベット仏教にある4つの宗派のうちのカギュ派と呼ばれる、宗派に属するお寺なんですね。で今ね、こうやって、修復作業がされているんですけれども、短歌を書いているんですが、彼らはね、みんなネパールから来ているんですね。ちなみに今こういった、短歌を書く技術っていうのはチベット本土や、チベット本土では、ほとんども廃れてしまっていて、ほとんどね、こうネパール人の絵師が、になっているという状況ですね。でね、さっきあったその修復作業っていうのは全部この日のために行われていたことでですね、お祭りというかですね、説法、とてもとても重要な説法があったんですね。この日、ピャンソーインではですね、そのカギュ派を代表するリンポチェ、つまりですね、生き仏、生ける仏様をお迎えする日だったんですね。それにね、ちょうど僕の、旅行期間が重なっていたこともあって、訪ねてみました。これ今何をしているところからというとですね、その、リンポチェが、ここを通るんですけれども、こうやって信者がね、ずらっとこう、道を作って並んでいるという状況ですね。で、今日ね、今回そのお迎えしているリンポチェについてはちょっと後から、説明しようと思いますが、はい、もうね、ぎゅうぎゅうです。もう大変なことになってましたけれどね、信者だけじゃなくて、各地から来ている僧たちもですね、たくさんいます。で、ね、ここでちょっと映っているかどうか、でも大行列なんですね。はい、文字聞きますね。はい、この方ですね、この方がリンポチェです。仏様、生きる仏様なんですね。はい、こうやって歩くところにですね、この地で採れた花びらを置くんですけれども、これをね、リンポチさんが踏んでいくんですけれども、その踏み終わったこの花びらっていうのをみんなね、信徒たちが、ね、一気に拾っていくんですね。これは当然ね、ご利益があるとされているんですけれども、こういった、ね、花とかも全部この地で採れたものを積んできて信徒たちが用意しているそうです。はい、でこのね、用意された椅子にお座りになるということなんですけれども、このリンポチェはですね、チベットから来られています。で、さっきも言ったようにですね、チベットには4つの大きな宗派があるんですけれども、その中の1つのカギュ派と言われる宗派のに属しているリンポチェなんですけれども、そのカギュ派の中にも大体7つから8つぐらいの大きなグループがあって、有力なグループなんですけれども、その一つのドリクングカギュという、グループに属されるというか、この人がそのトップなんですね。リンポチェなんですけれども、この方ですけれども、でこの方ね、一体何回、輪廻、されているかというと、この方で37代目になります。つまりこのドリクングカギュという、仏様が37回転生して今、この方にいる、この方に宿っているというふうに、チベット仏教の世界では信じられているんですね。なのでですね、大変大変、位の高い、方なんですね。
まあ、そういうこともあって、あの警備もですね、とても厳重でした。あの銃を持った軍の警備も入っているぐらいですね。そういうところはね、ラダックを旅していてお祭りなんかでは見たことはなかったんですけれども、まあ、それだけ、まあ、大変重要な方ということですね。あのラダックにもね、こういった、化身玉リンポチェですけど、リンポチェというふうに言いますけれども、これ生まれ変わりの仏様のことをですね、リンポチェというふうに言いますけれども、まあ、そういう方はラダックのお寺にも、いらっしゃるんですけれども、やはりこの方は少し、まあ、位が高い、というようなことです。こうやってですね、このもう、ピャンゴンパに属している層だけではなくて、カギュ派のお寺からはですね、ラダック中から お坊さんたちが集まってきています。でももちろんですね、その数よりもお坊さんの数よりも信徒の数の方が圧倒的に多くてですね、こうやってね、地元の人たちが、食事を作ったりですね、ウェルカムするものを用意しているということですね。でもね、男も女もないです。もうみんな総出でやっています。ちなみにね、今これこねているのは、大麦ですねの粉をこねてですね作っている、サンパと呼ばれる、まあ、チベットでは、まあ、よく食されるものをこう、形をですねお菓子風にして、まあ、振る舞っていると。これなんかもかなり大きいですね、はい、上に乗っけてるのがバターですね。そしてですね、説法が一段落すると、こういったですね、集まってきた人々たちが、まあ、リンポチェに謁見をするというですね、そういう段になります。でね、手で印を結んで、この日もね、日差しがね、ものすごく強かったんですけれども、はい、こうしてですね、まず最初に、まあ、有力者たちが、こうやってリンポチェの謁見を開始するという形ですね。ちなみにね、今回はさすがにね、ま、お祭りとかではないので、外国人旅行者っていうのはほとんどいませんでした。で、僕もね、この頃にはもう顔もですね真っ黒になっていたので、現地の人とほとんど変わらないというかですね、こうやって撮影してますけれども、なんかね、メディア枠っていうのがやっぱりあるんですね。で、僕もこうカメラ持ってうろちょろしていたから、お前こっちに来いって言われて、そういう席にね、勝手に入れられました。やっぱりウェルカムなんですね。で、こうしてね、村からの貢ぎ物もどん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 運ばれていきます。遠いところではね、ザンスカール地方
と呼ばれるような場所からもですね、3日4日かけてお坊さんたちがこの日の説法のために集まってきていました。はい、そしてね、今このリンポチが属されているカギュ派と言われる、一派なんですけれども、そこにはね結構いろいろなリンポチがいらっしゃるようなんですけれども、もともとねそこまでカギュ派っていうのは組織化された宗派ではなかったそうなんですけれども、ダライラマの亡命後ですね、チベット仏教全体が危機的な状況になっていく中で、カギュ派として、一つにまとまろうという動きが出てきてですね、その一応象徴的なトップの存在が、これもですねチベットから今インドに亡命中の、カルマパさんですね。はい、カギュ派の象徴的なリンポチェさんですね。でこの方もそういった一人ということです。我々がイメージするチベット仏教のこう神秘的な側面、神秘主義的な側面というのは、実はこのカギュ派が担っている部分が大きいとも言われています。はい、で今ねリンポチェに謁見している人たちがどんどんこういう白い布をね、渡されているシーンっていうのが見えたと思います。戻りますかね。そう、今ですねこういう白い布ですけれども、これはね肩と呼ばれるもので、チベット仏教においてはその親愛であったり敬意っていうものを、称する形でそれをこう手渡すんですね。で例えばですね、今はちょっとどうかわからないんですけれども、僕は今までダライラマ芸館にですね2回ほどインドでお会いしたことがあるんですけれども、カルマパさんにもね、カルマパ17世にも謁見したことありますけれども、その時ですねこういう白い肩が振る舞われます。今はねちょっと健康上の問題から多分旅行者が会うことっていうのはできないと思うんですけれども、かつてはねインドのダラムシャラーっていうところに行くとですね、時間が合えば、旅行者はですね、信者たちと一緒に謁見することができたんですね。その時ねこういう白い布の肩っていうのが、振る舞われるんですね。でこれ例えばチベットの結婚式だとか、そういう場所でも、振る舞われます。でこうして集まってきた仏僧たちにも、お布施という形で、お金が配られるんですね。こうやってねラダック地方で屋外のねこういう説法やイベントが行われてるね、大体日よけとしてですねこう緑色とか青色とかのこう今若干上に見えてると思うんですけれども、あれ日よけなんですけれどもね、これどうでもいいことなんですけれども、撮影してるとねものすごく色が被るんですね。色を取るのがねすごく難しかった記憶していますね。そんなこと言っても仕方ないんですけれどもね、めちゃくちゃ日差し強いですから。そしてね、こうやってチベットの正装ですね、民族衣装を着た人たちが、並んでるんですね。こういうトルコ石をですね頭につけた、チベットの人たちって、やっぱり遊牧民族、の流れを組んでいるんで、財産を身につける傾向が強いと言われているんですね。
もちろんね、こういう清掃っていうのは普段今ほとんど見ることはできません。一般の人とね、僕らというか、変わらない普通にみんなジーパンと T シャツ着たりしていますけれども、こういう日はね、やはり清掃して、やってくるということですね。そして説法の後半にもなると、こうしてですね、歌が奉納されたりですね、踊りですね、そういった、これは仏僧たちがやってるんじゃなくて、この辺の住んでいる信徒たちですねが、そういうのを披露するということですね。こういうのがね、やっぱり結構面白いんですね、僕から観光客の目線から見ていると。こういうやっぱり服装なんていうのは、お祭り時じゃなきゃ見ることできないですから、いい機会なんですね。こういった頭飾りとかも多分めちゃくちゃ重いと思いますよね。着ているだけで、大変じゃないのかなと。トルコ石だけじゃなくてね、他の貴金属アクセサリーもありますから、こういうチベットのね、衣装とかも、チベット本土だとか、あと、どうでしょうね、青海省とかですか、あの辺とか、あとラダック地方とかではね、微妙にいろいろ変わってくるんですね。そして次がね、男性ですね。これが男の清掃なんでしょう。皆さん結構ダンディーな感じですけれどもね、こうやってね、カメラ向けてるとね、俺を撮れ撮れっていう感じで目線をすごい寄せてくるんですよね。撮ってる側としては結構困るんですけれどもね。はい、そしてね、こうやってチベタンブーツですね、こうつま先がこう反るような、そういったも清掃の一つみたいですね。はい、ということでね、こういう説法ももう終わり、ということでした。で、今回はね、そういうことで、
下級派に属する、位の高いリンポチェさんの、説法の模様をお伝えしました。ということでね、今このお帰りになられるんですね。はい、チベットからね、チベットのラサの方から来られているというふうに言っていたので、大変ですよね。ということでね、今回の動画もこの辺までですが、まだラダックの旅は続きますので、よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。